クターグライドというモデルになります。ベクターグライドというブランドは、2003年にこう、まあ、立ち上がったブランドで今年18年目に、なります。でコンセプトは、まあ、ブランドネーム、それから、まあ、乗り味としての特徴はカービングスキーとしては非常にこう軽量で軽快なあのスキーとなっています。マテリアルは、まあ、グラスファイバーナチュラルウッドとカーボンとメタルのハイブリッドという、タイプのスキーで、まあ、メタルの安定感とカーボンの反発スピードが出た時の安定感と、まあ、レスポンス両方あるといったモデルになるので、あの非常にこう、まあ、重さもなく軽快でかつ安定感のある、まあ、スキーとなってます。で、まあ、ベクターグレードは割と、まあ、上級者向けのイメージが、まあ、あるブランドではあるんですけども、モデルによって使っている素材が違ったりとか、サイズが変わることでサイドカーブだったりとか、レックスですね、レックスが柔らかくなったりとか、同じモデルの中でもサイズを変えることで乗り味が随分変わってくるので、まあ、必ずしも上級者だけの、モデルを展開しているわけではないので、まあ、ぜひ、ね、試乗会で、乗っていただければなと思っております。販売価格を教えてください。ですね、マキシーの販売価格はですね、ごめんなさい、今ちょっと取られてないんで、これ1回切ります。はい、サロモンのおすすめの商品の SLS ラッシュです。こちらの商品はテクノロジーですね、足元のところにエッジアンプリファイアーというテクノロジーを採用しております。このテクノロジーを採用することによってターンの加圧の時にですね、グリップ力が上がるシステムとなっております。またグリップ力が上がるだけではなく、人によってはですね、今までの圧よりも少ない力でも適正なターンができるというようなものになっております。でサロモンの商品でこのエッジアンプリファイアーというものが、エッジアンプリファイアー SL、GS という2種類のものがあります。こちらがつながっているものと分かれているもの、ソラノームの方はですね、よりたわみやすく、 GS の方はよりグリップ力が高くなっております。こんにちは、豊野智弘です。皆さんこんにちは。去年のですね、夏から、ネスクっていう販売を開始させていただきました。私が手に持っているのは冬用のネスクなんですけれど、立体形状になってまして、呼吸がしやすいというのと、あとストレッチ性能と UV カットも十分ついております。あと耳に引っ掛ける部分がありますので、生地が途中で下に落ちてこないというのがこの商品の最大の特徴です。このようにヘルメットをつけた時にも装着がスムーズにいきますし、この上からゴーグルをかけてということで呼吸もしやすい状態で、快適に使っていただける冬のアイテムとして、ご提案してさせていただいております。皆さんネスクどうぞよろしくお願いします。Thank you.